これね、私大変なこうあれを発見しちゃったんですよ。黄昏の、君が見えるだろうかとね。砲弾に赤く眩しい光、砲弾が空中で破裂する中、夜を通して示されたのだ。置いてみよ、星条旗はまだたなびいているだろうか。自由と大地と勇者の故郷へとこう書いてあるんですね。この故郷が日本列島を示すものではなければいいんですけどね。これはあれですね、そしてこの星条旗がね、星を一つジョージ・ワシントンがつけたものか、そしてそこから始まったものかということでですね、ここに日本国憲法の原文のですね、全文のですね、諸国民の信頼に信仰し、信仰に信頼してという意味がですね、深々と書かれているじゃありませんか。わかりますか？何が憲法改正ですか？二階さんは言ってますよ。日本を我々が言い出すことじゃないって。その通りですね。ですから、岸田君も、国会議員の皆さんもよくね、これ読んでね、日本国憲法が書かれた趣旨はですね、紛争に解決などに使うものではないよと、こう言ってるんですよ、武力を。武力は世界統一、侵略に使えと、こういうことなんです。わかりましたか？